はい、こんにちは、サンゴです。今日はですね、ちょっと変わった魚っていう感じですかね。家に持って帰ってきたら思いのほかでかいっていう、こちらです。ウスバハギですね。カワハギの仲間ですかね。というわけでこちらをやっていきたいと思います。いや、でかいな。思ってたより、まな板はみ出てますからね。魚さんがここで切っといてくれてるんで、多分ここを行ったらいいと思うんですよね。ちょっと待ってよ、だいぶ硬いぞ。ここ硬い。なんかもういきなり無理なんだけど、ちょっとわかんないな。ここ外してここから行ってみようかな。いや、違うのかな。ここすげえ硬いんだよな。あ、でもここはいけるね。はい、いいんじゃないですか。じゃあそしたら、これはカワハギなんで、こう引っ張って取るみたいな感じですよね、きっとね。よいしょ。硬い、無理。やってんのかな、これで。よしよしよし。あ、なんか出た。はぁ、取れた。息袋がすごいね、これ。これは卵かなんかかな。とりあえず肝の摘出ですね。どっから行くのかな、いや、この規模やばくない？うまそう。じゃあもうちょっときれいにして酒につけておきます。はい、ではさばいていきたいと思います。どうしようかな。皮む先むこうかな。先むくにしようかな。やっぱ皮はぎだからね、皮むかないとね。よいしょ。わ、すっごい簡単にむける。わあ、すごい楽しい。じゃあさばいていきます。いや、でかい。これがカワハギ。何この骨。
はい、3枚になりました。骨すごいな、なんか。はい、ではアバラを切っていきます。いや、カワハギの柵でこれはやばいよね。はい、じゃあ柵になりましたんで、カワハギは二重にこう皮がありますんで、その皮を引いていきます。うん、あ、失敗してる。OK、 はい、ではレンズ処理していきます。はい、では切っていきたいと思います。はい、こちらで完成となります。はい、では肝を叩いて肝醤油を作っていきます。はい、では食べていきたいと思います。いただきます。肝醤油つけて食べますよ。前食べたウマヅラハギの時も信じられないぐらい美味しいって言ったと思うんですけど、信じられないぐらい美味しい。カワハギの肝って本当美味しいですよね。他の魚の肝はなんであんまり美味しくないんですかね。もうゴールデンウィークも明けて、緊急事態宣言も解かれて、なんとなく日常が帰ってくる感じがしますね。身も美味しいな。結構なんかでかいから大味なのかなって思いましたけど、全然そんなことないですね。ちなみに今日薄葉ハギ税込みで1800円ぐらいでしたけど、これ腹側の一柵分なんで結構お得ですよね。背中側は多分倍くらい取れますんで、これが6皿取れるって考えたら、まあ肝はね、そんなにこれもう3分の1ぐらい使っちゃってますけど、6皿取れたらこれで300円ぐらいですからね。やっぱ自分でさばいたら結構お得ですよね。肝はうまいし最高っすね。自分でさばいてそれを魚に酒を飲むっていうね、今が深夜の3時じゃなければもっと最高でしたけどね。残りは編集しながら食べていきたいと思います。じゃあさよなら。